令和6年3月9日土曜日です、11時から受付開始しております。ダブルメルのウィッシャレンジ、本日もよろしくお願いいたします。12台エントリーぼちぼち盛況です、本日のレイアウトは、来月4月6、7でしたっけ、4月6、6日、7日で開催されますミニッツミーティング、水戸大会のレイアウトで行います。なかなかトリッキーな、まあ、正方形ではないですが、いつもの長方形よりは、真四角に近い、奥行き横幅レイアウトです。一周大体ノービスで9秒、真ん中ぐらいですか、9秒真ん中ら辺の、周回ペースかと思います。はい、A グループの方ご準備ください。出走ドライバーはレン選手、山室選手、ニューナヤ選手、上田チー。これ公式戦やったら8台走行の可能性もあるわけですよ、予選走行。あの1コーナーやばいよね。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第1ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあ難しいスタートも4人 A グループ、さすがこなしていきますね。ちょっとミスあったが走行は流れる。トップは白、青、レン、2番手イエロー、ホワイトは山室。さあレン、山室1番、2番、3番手に赤いマシンが上田、4番手にニューニュー。さあトップ争いはテルズノーザー。さあここはライン譲る、プレパーやで。さあレンがラインを譲ってトップが変わって山室、2番手レン、3番手上田、4番手ニューニュー。さあレースタイムは序盤の45秒が経過いたしました。残り2分15秒です。残り2分15秒。さあトップ山室、2番手レン、ここは 0.7 秒差、1秒切っている。1番2番、3番手は赤いマシンは上田、4番手、オレンジシルバーニューニュー。残り2分。さあレースタイムは残り2分です。残り2分です、B グループの方くじ引きしてお待ちください。 B グループ山本選手、細田選手、山内選手、浮谷選手、くじ引きしてお待ちください。おっと、なんとなんとレンが左ホイールのハブのイモネジが緩んでいる。さあオーマイガッド、ピットイン。さあ一旦コースオフ、レン選手がマシントラブル。さあ変わってこれでトップは単独山室選手ですね。2番手に上田知事、息子の無念を晴らすか。2番手走行だ。さあニューニュー3番手、少し勘を掴んできたか。上田の後方 1.9 秒。さあレンがピットインです。残り時間は1分15秒です。残り1分15秒。 WML のオフィスチャレンジ予選第1ラウンド A グループ。さあなかなかミニッツミーティング、水戸大会レイアウト、トリッキーなレイアウトに おっさんたちは苦しんでいる。若者はそこそこ走る。昨日の金売れからもそういった図式が見られます。やっぱこうなってくるとね、対応力とかね、反射神経がやっぱね、ちょっと年齢差出てきます。若さの強みはありますね。さあトップ走行は山室選手。さあ2番と、さあ上田父ニューニューの2番、3番が距離が1秒切ってきた。 0.5 秒差。さあ中央セクション、レースタイムは残り35秒。さあ注目に争い。さあその後ろにはトップの山室が見えてきた。さあレースタイムは残り30秒です。残り30秒。さあ残り間もなく20秒。さあ上田ニューニュー2番3番。おおおおっと、さあ入れ替わりがった模様。さあトップも絡んできて難しいポジション争い。残り10秒切って残り5秒。さあもう一周ある。さあここでタイムアップ、ここで3分経過、タイムアップ、全車ファイナルアップ。さあニューニューゴール、山本ゴール、上田ゴール、レンゴールで全車ゴールです。トップゴールは山本選手、19ラップ3分7秒15。はい、お疲れ様でした。 A グループ予選第1ラウンド終了です。はい、では続きまして B グループウォーミングアップランご走行ください。 B グループ出走ドライバーは山本選手、細田選手、山内選手、浮谷選手。
はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WML ノービスチャレンジ予選第1ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。難しい横一線のスタート。さあとは4台とええ感じで流れますね。さあオープニングラップ、おっとと、さあ少し引っかかりがあったがトップ抜け、あっと1コーナーボールオーバー、戻してあげて。さあボールオーバーはオーマイガッド。さあタイムロス、これでトップは山本選手ですね。2番手に浮谷、3番手細田。さあ1、2、3が距離が近い。さあボールオーバーで山本選手が4番手、少し遅れる。さあ1、2、3、黄色、青、赤、完全信号カラーの1、2、3。さあ緊張感があります。三つどもえのトップ争い、山本先頭に浮谷、細田と続く。さあ山内ワンチャンあるか。4番手走行、レースタイムは残り2分10秒です。序盤の1分が間もなく経過しようというところ。 WML ノービスチャレンジ予選第1ラウンド B グループ、さあ三つどもえトップ争い。さあまだまだ分からない距離。さあ1位から3位までが 0.8 秒差、1秒の間にいる3台。さあ4番手山内もここから巻き上げたいぞ。さあ残りは1分45。さあ2番3番浮谷細田、距離が近い。細田は AWD ノービスだ。さあトップ山本、このまま逃げ切れるか。おっとさあちょいミスがあった。さあ細田3番手、これで2番3番浮谷細田の間が少し広がる。さあおっとさあ細田ちょっとミスが続いた。さあここで山内が追いついてくるか。3番いや山内ミス、残り時間1分20秒です。残り時間1分20秒。さあこれでトップ山本、現在中央セクション白オレンジ黒のマクラーレン P1GTR、 山本選手トップ走行、現在計測ラインから最終コーナーストレート、ブルーのマシンが2番手走行、浮谷選手、浮谷選手が緑8の G8 車両。レースタイムは残り間もなく1分です。残り1分。残り1分。さあ3分回収からです。2分が経過いたしました。予選第1ラウンド B グループ、トップ走行山本選手、後方浮谷。さあ少しワンヒットあった。これで1.6 秒差。さあトップ山本、2番手浮谷 1.6 秒差。さあトップ山本淡々と歩を進めます。さあ残り時間は14、残り時間は35秒です。残り35秒。さあ3分間周回列数残り30秒。トップ山本、2番手浮谷、3番手細田、4番手山内。さあ山本がほぼ無傷の15、16ラップ目。先ほどトップゴールは山本選手は19ラップをマークしております。スターレースタイム残り15秒。山本、浮谷、細田、山内の順、残り10秒。さあここで残り10秒、トップ山本ファイナルラップ。さあベストラップは 9.7。 さあ間もなく3分経過、ここでタイムアップ。山本トップゴール。さあ浮谷、細田、最終距離が縮まっている選手は、もう1台。まだです、まだですよ。はい、山内選手が帰ってきて、はい、電車ゴールです。お疲れ様でした。電車18ラップマークしまして、トップゴール山本選手3分1秒5919ラップ目前でしたね。さあナイスランでした。 B グループ第1ラウンド終了です。はい、では続きまして C グループ、ウォーミングアップランご走行ください。出走ドライバーは高田選手、小畑選手、米澤選手、金太郎選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。WML ノービスチャレンジ予選第1ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。スタートいいね。さあ2023一番ミニッツが速い男、凛太郎がハイマウントでぶっ飛ばされた。さあこれでトップが帰ってきたのは高田、2番手凛太郎、3番手チャンダイ、4番手米澤。さあトップ走行は白、赤、青の差し色の入ったアウディアルイコ高田選手。さあそれを GR ヤリス HM の凛太郎が追う。さあその後ろチャンダイが迫ってきた。さあ HM には負けたくない。さあ4番手は米澤選手。さあ2番3番が近い。さあしかしチャンダイ中ミス。さあこれで再び2番3番距離が空く。さあトップは高田、このまま守りきれるか逃げきれるか。おっとさあ1は引っかかっているのは4番手米澤。さあトップ高田、現在ストレートから1コーナーへ入っていく。レースタイムは間もなく残り2分です。1分経過。
残り2分。さあ残り2分です。残り2分。さあ1分経過いたしました。現在トップレースを引っ張るのは高田選手。現在中央セクションですね。白赤ブルーの差し色の入ったアウディ R8。 2番手山室選手、いや凛太郎選手、山室車両を借りた凛太郎、イエローのトヨタ GR ヤリス。3番手にチャンダイ白黒のマクラーレン12C。 4番手にガンメタイエローのコルベット CHR 米澤選手。さあその後ろにはトップの高田が見えてきた。レースタイムは折り返しに過ぎました。残り1分25秒です。3分間周回レース。さあ後半戦に入っていく。さあクラッション音が聞こえたか。さあダメージは大丈夫か。トップ高田、2番手山室、やりんたろう。さあ高田りんたろうの距離はここで 3.3 秒差。3番手にチャンダイ白黒、4番手ガンメタイエローが米沢。レースタイムは残り1分となります。残り1分、残り1分、2分経過。残り60秒。さあ WMN ノービシャンリー予選第1ラウンド C グループ。さあトップ走行は高田選手。現在ストレートから1コーナー。さあ2番手 HM の凛太郎、3番手にチャンダイ、4番手米沢。さあトップ坂田このまま逃げ切りか。安定しておりますって褒めたらちょっとミスった。まあそれほど大したタイムロスではない。さあ残り30秒です。ペースタイムは残り30秒。さあトップ坂田のこぎりストレートから計測前スラローム。さあ2番手オープン。さあ凛太郎が片輪を浮かしながらスラロームを通過していった。残り10秒。さあ残り10秒コール。さあファイナルラップとなるか。もう一周入るか。さあ3台はファイナルラップ。さあ高田どうだ、届くか。タイムアップ高田ゴール。17ラップ3分002ゴールゴール。18ラップ目前でした。おっと凛太郎最後持てない。電車ゴールです。凛太郎最後やってしまった。2番手にはチャンダイが入りました。はい、お疲れ様でした。では以上にて予選第1ラウンド終了です。レースリザルト集計結果が出ます。続きまして WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド、まもなく開始いたします。 A グループの方ご準備をお願いいたします。出走ドライバーはレン選手、山室選手、ニューネア選手、上田知。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。さあ遅めのスターティングシグナル。さあ難しい横一線4台スタート。さあクラッシュがあった。さあ抜けてきたのはレン選手。さあレン選手は1回目リタイアノーリザルトでしたので、これは予選第2ラウンド決めていかなければならない。トップ走行レン選手、白ブルーの、マルボールからマクラーレン12C。 さあそして第1ラウンド暫定ポールシッターの山室選手が2番手、レン選手を追います。3番手は上田父、4番手ニューニューの序盤レースオーダー。さあ40秒が間もなく経過しようというところ。3分間周回レース序盤戦スタート。ポールショット決めたのはレン選手、白ブルーのマクラーレンと LC マルボーロ。2番手イエローホワイトの山室選手、距離は 1.2 秒。トップレーン2番手山室 1.2 秒差。3番手レッドのスクーデリアカラー上田知、マクラーレンと LC マシンはマクラーレン。4番手にニューニュー。レースタイムは残り1ポットと。さあクラッシュがあった。さあ計測ライン、まあさうまい。1番2番鮮やかにクラッシュ車両もパスしていく。トップレーン2番手山室。さあおっとと。さあレーンちょっとスタックあったが、さあロスタイム1秒ぐらいでしょうか。さあレーン山室これで1秒ジャストというところ。1番2番ブルーのマシンとイエローのマシン、じゃあ今週縮まっている 0.6 秒差。3番手に上田知、4番手ニューニュー。レースタイムは残り1分30秒。さあ後半戦に入っている予選第2ラウンド A グループ3分間周回です。残り1分30秒。トップレーン2番手山室、3番手上田、4番手ニューニュー。ああ1番2番距離が縮まってきている。レーン山室。さあ山室先ほど暫定ポールペースがアベレージペースが 9.8、レーン山室1番2番はさあ 9.8 をわずかに上回っているか。残り1分。さあ上位2台は19ラップペースだ。何事もなければ
何事もなければ19ラップだ。残り50秒です。トップレーン2番手山室、3番手上田市、4番手ニューニュー。さあ緊張感のあるトップ争い、メンバー VS 山室。ここはもう荷台はそのまま行ったらええわっていう感じですよね。さあ位置は引っかかっていたか。残り30秒。レースタイムは残り30秒です。さあ残り30秒、トップレーン、おっとちょいミス。山室うまいですね、一瞬で車止めてました。さあ残り15秒、まだだーっと山室痛恨の転倒。さあどうなる、残り10秒。さあこれでレン山室が19ラップ18ラップで分かれてしまうのか、レンがどうだ、届いた。さあ山室どうだ、山室ゴールです。山室ゴール。さあ一呼吸泣きました。リュウニュゴール、レースどこ中、レースどこ中。さあ上田父ゴール、さあレンゴールで全車ゴールです。トップゴールはレン選手、19ラップ3分8秒92。いや最後ドラマがありましたね。まあ、第2ラウンド A グループ集計結果入りまして、どういった暫定結果になるんでしょうか。はい、では続きまして B グループご準備ください。 B グループ出走ドライバーは山本選手、細田選手、山内選手、浮谷選手。はい、コースオープンとなります。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WML ノービスチャレンジ予選第2ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。フライングした人は最後尾で、あとは釣られた人はもうゴリ押しで行くのかどうかは適当に。なんか最近でもちょいちょいあのフライングで、あの一周減算とか聞きますよね。ほんまにちゃんと見れてんかな思いますけど。おっとっと、さっきかかっているか。さあスタート混乱がありましたが、冷静に対処して1台抜けてきたのは浮谷選手。さあ後方山本が詰めてきたが、2番手、3番手に山本、4番手細田の連想だ。基本的にスタートやり直しは公式はないので、ラブレメールのレースも基本ないですね。あのかわいそうかなと思ったらやり直します。慣れてる人らはどうにかせよと思うんで流します。さあトップ争い、浮谷山本 0.5秒差。さあブルーのマシンを先頭に、すぐ後ろ山本、白オレンジ、3番手に山内、4番手細田純。さあトップ争いが熾烈。おっと、さあ山本ワンヒット。さあラップマーカーに絡まれることもよくあります。それを対応してこそのレースですんで。さあここで折り返しての残り1分30秒です。トップ浮谷、ブルーのマシン、2番手山本、3番手山内、4番手細田。さあトップ浮谷選手、混乱のスタートをうまく対応して1台冷静に周回を重ねているブルーのマシン。浮谷選手は G8 クラス車両なので、緑モーターのピニオン 8T ですね。さあ残り時間は間もなく1分となります。2分経過いたします。残り1分です。残り60秒。さあトップ1分、トップだ、残り1分、残り1分。トップは浮谷、2番手山本、3番手山内、4番手細田。さあブルーのマシンが浮谷選手トップ走行。予想周回は現在18ラップが点灯している。18ラップのどのあたりかというところですね。今のところ上位2台が19ラップ暫定リザルトとはなっておりますが、さあ浮谷山本再び距離が縮まっている。いや山本いいっす。残り30秒、残り30秒。さあ山本少しタイムロスがあった。これでトップ浮谷、2番手山本 2.4 秒差。あっと転倒、細田か。さあ残り時間は15秒です。残り15秒。3番手山内、4番手細田。さあ山内もトータルではいい形でレースを展開しているぞ。さあここでファイナルラップに入っていく。トップ浮谷はどうだ、もし届くか、ちょっと厳しいか。さあここで浮谷トップゴール、山本ゴール、レースどこ中、レースどこ中、山内細田山田。はい、全車ゴールです。トップゴールは浮谷選手、18ラップ3分2秒16。さあいいところに入ってきた。
いやいやいや、だって19入ってないからな。自分は2番やな今のところ。はい、お疲れ様でした。予選第2ラウンド B グループ終了いたしまして、続きまして C グループへ参ります。 C グループ出走ドライバーは高田選手、小畑選手、米澤選手、凛太郎選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。ダブルメンノービスチャレンジ予選第2ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。さあ、なかなか間のあるスタートシグナル。戻った。さあ、オープニングラップ、やはりスタートは決めるが凛太郎飛ばされてしまった。さあ、トップは高田、2番手米沢、3番手チャンダイ、4番手凛太郎。さあ、トップ高田選手、先ほど第1ラウンドは17ラップフラット3歩フラットというリザルトでしたが、さあ3番4番が入れ替わった。これで凛太郎が3番手。おっとと、さあ米沢ミスがあったか。これで凛太郎が一気に2番手に浮上。さあ、トップはその間に高田が逃げる。高田選手18ラップね、入れたいですよね。さっきは17ラップの3歩フラットで、おっとと落ち着いて、いや入れたいと思った瞬間こけてるから思わない方がいい。さあ、トップは高田、ただただ淡々と車の挙動に集中するのみ。残りは2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ高田、2番手凛太郎、3番手チャンダイ、4番手米沢。さあ、凛太郎チャンダイ2番3番が近いか。選手4台負けですか。そうやで。さあ、トップは高田、現在ストレートから1コーナー白レッドブルーの差し色アウディ R8。 さあ、2番手 HM イエローホワイト、山室選手。おっと、凛太郎ミス。さあ、これで2番手入れ替わり、チャンダイ2番手浮上。さあ、山室選手の HM を借りた凛太郎がこれで3番手。対して2番手に上がったのはチャンダイ。さあ、4番手には米沢。レースタイムは残り1分20秒、折り返し地点を過ぎております。さあ、3分間周回です。半分が経過いたしました。残り1分20秒、いや残り1分15秒、残り1分15秒。トップ高田、2番手チャンダイ。おっと、チャンダイちょっと引っかかっていた。これで凛太郎が背後迫ってきている。さあ、2番3番チャンダイ VS 凛太郎。おー、危ない。さあ、凛太郎インを浮かしながらなんとかコーナークリアしていく。さあ、重心の高いトヨタ GR ヤリス。さあ、 HM モーターケースでなんとかギリギリの走行を繰り広げている。レースタイムは残り45秒です。残り45秒。さあ、トップ高田、2番手チャンダイ、3番と、あー、凛太郎転倒。オーマイガード。さあ、これは痛い転倒。残り時間は35秒です。さあ、トップ高田、2番手チャンダイ、3番手で、おっと、さあ高田やってしまった。さあ、これはもったいない。残り30秒。トップ高田、2番手チャンダイ、3番手凛太郎、4番手米沢。まあでもラップマーカーに対応するのもトップのスキルですからね。さあ、残り時間は15秒です。残り15秒。どんなラップマーカーがいようがポール取る人は取るし、だいたいもうラップマーカーのせいにしてるやつは馬ならへんし。さあ、残りはここで3分経過のタイムアップです。まずは高田選手ゴー、米沢選手ゴー、凛太郎ゴー、チャンダイゴー、レッシャーゴールです。トップゴールは高田選手17分3分2秒8です。はい、お疲れ様でした。以上にて予選レース終了です。本日は4台ずつの、3組分け、現在表示はラウンド2です。ラウンド2が表示されております。はい、では総合結果表示です。スプリンターと間もなく出ます。では5分後決勝レースを行います。5分後決勝レースです。ダブルメンノービスチャレンジ決勝レースへ参ります。 A グループの方ご準備ください。出走ドライバーは高田選手、チャンダイ選手、山室選手、いや失礼、凛太郎選手、米沢選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。決勝レースは4分間周回レースです。では参ります。ダブルメンノービスチャレンジ決勝 A グループ4分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。緊張のスタートオープニングラップ。
さあグリッド通りの綺麗な、あっとオーマイガード。さあ高田1位走行だったが転倒。さあまさかのスタック、これでトップはチャンダイ。さあチャンダイこのままトップゴールできるか。2番手には HM の凛太郎、3番手米沢、4番手高田。さあまだまだこれは分からないレース展開だ。序盤の30秒が経過いたしました。残り3分30秒、おっとさあチャンダイクラッシュ転倒。さあこれでトップは凛太郎。さあ HM に負けてしまうのか。みんな頑張れ米沢、チャンダイ、高田。さあ、わっはっは、さあ、やり合ってはいけない。さあ、トップリンタロウ、イエローのマシン。さあ、HMGR ヤリス。ここは慎重に慎重に、マシンを進めていきます。さあ、後方から猛追。さあ、高田が2番手まで来た。3番手、チャンダイ、4番手、米沢。さあ、トップ。さあ、残りは3分です。1分が経過いたしました。さあ、ここはリンタロウ、ラインを譲る。さあ、高田がトップに立つ。2番手、リンタロウ。3番手チャンダイ、4番手米沢。さあまだまだ4社近いぞ。さあ3秒以内に1位から4位までがいる。おっとさあと高田トップ、少し危ない挙動を見せたがなんとかここはキープ。さあ後ろ凛太郎、チャンダイとギリギリのポジションキープ。さあトップを逃がすまじと2番3番もここは粘りの走行。さあ米沢もまだまだ分からない、ワンチャンあるぞ。レースタイムは残り2分20秒です。4分間周回レース決勝 A グループ。さあまだまだ分からないレース展開。トップ高田、現在最終計測ラインから最終コーナーストレート2番、おっとチャンダイミスがあった。おっとトップもクラッシュ、2、3コーナー。さあこれで再び凛太郎がトップ。さあ HM の凛太郎、とにかく丁寧に丁寧にマシンの挙動に合わせるドライビング。さあそれを猛追高田選手。さあアグレッシブなドライビング。さあ3番手チャンダイが、さあノコギリストレート手前、少しミスがあったぞ。さあ米沢はまだまだ分からないか。ここは丁寧に、おっとさあトップ入れ替わり。さあ周回を重ねる。さあトップシーソーゲームだ。さあ凛太郎、とにかく冷静に丁寧に行きたい凛太郎に対してアグレッシブなドライビング高田。さあがっぷり4つにかみ合っているトップ争い。レースタイムは残り1分30秒です。残り1分30秒、トップリンタロウ、2番手高田。そうさリンタロウ冷静です。さあ無理はしない、無理な突っ張りはせず高田2度目3度目のトップ走行。さあリンタロウは後方からプレッシャーをかける作戦。さあ3番手チャンダイ、まだまだトップグループの背中が見えている。3番手、4番手米田もまだここは我慢の時間帯。残り時間は1分です。残り時間1分、残り60秒。さあ残り1分4分が周回です。3分が経過。トップ高田現在1コーナー2コーナー。おっとさあチャンダイ少しタイムロス、ここの時間帯のミスは痛いか。さあ残り45秒です。トップ高田このまま逃げ切るか。2番手凛太郎後方1秒、3番手チャンダイ、あこっちは4番手米沢。レースタイムは残り35秒です。残り35秒。さあトップ高田現在1コーナー2コーナー、白赤ブルーのラインが入ったアウディ R8。 さあイエロー白の山室カラー凛太郎 HMGR。 あワンちゃん行かせなかった。チャンダイどうした、チャンダイどうした、米沢なんて引っかかってた。魔の計測前全員クラッシュがあった。残り10秒。なんで結局、順位が一切変わってないという。さあここでゴールタイム、もう一周ランタイムアプリンタのゴール。さあまたですよ、チャンダイゴール。さあ米沢ゴール、もう一回。さあトップ高田守り切りました。はい電車ゴールです。お疲れ様でした。さあ伸びチャレンジ決勝 A グループ4分間のドラマがありました。まあ、結果どんでん返しなしということで。はい、お疲れさんでした。まあ、リード A ハンデやな。A ハンデ、いろんな人と遊べるから。はい、では続きまして B グループ決勝ご準備ください。出走ドライバーは細田選手、ニューニュー選手、山内選手、上田選手。予選順で操縦台を選びください。いいですか？はい、では3番グリッドからスターティンググリッドにおってください。3番グリッド細田選手、4番グリッドニューニュー選手、5番グリッド山内選手、6番グリッド上田選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。ダブルメンノービスチャレンジ決勝 B グループ4分間周回です。スタートです。
さあ、おっと、さあスタートチョコ、先頭グリッドはクラッシュ型、これでトップで帰ってくるのは、うわー、先頭、さあ、ニューニュー先頭、これで山内トップ、2番手上田、3番手細田、4番手ニューニュー。さあスタートチョコ、オープニングラップ、クラッシュが見られましたが、さあ山内がトップ、2番手上田細田続く、4番手にニューニュー。さあまだまだ分からない序盤戦、三つどもえの危険なトップ争い。さあトップ山内、このまま逃げ切れるか、おっと、さあ転倒、さあ合わせ転倒はこれ細田か。さあトップ山内、2番手上田、3番手ニューニュークラッシュ。さあこれで3番手細田、4番手ニューニュー。レースタイム残り3分10秒です。残り3分10秒。さあトップは山内選手、現在2コーナー3コーナー。さあそれを追います、上田選手 1.1 秒後方、3番手細田、4番手ジュニュー。さあまだまだここも距離が近い。さあミスらなければ全車チャンスがある。レースタイムは残り3分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ山内、2番手上田 1.1 秒差、2番手上田、3番手細田が 2.3 秒差、3番手細田、4番手ジュニューが 0.7 秒差と。さあ、おっと、さあこれで細田が少し遅れたか、 1.8 秒後。さあ序盤戦、緊張感のあるレース展開。さあトップ山内がじりじりと2位上田との距離を広げてきたか。さあここは我慢の時間帯だ。2番手上田、1番2番山内上田が1点、おっと、あれ、さあトップ引っかかっていた。さあモニターに目を移した瞬間にトップ入れ替わって、大きく順位が入れ替わっている。トップはこれで上田、現在ストレートから1コーナー、赤いマシン、赤白スクーデリアからのマクラーレン 12C 上田選手トップ走行。さあニューニューがオープニングラップでは転倒して最高まで下がった、現在2番手走行だ。3番手山内、4番手細田、さあ細田ミスがあった。残りは2分です。4分間周回です。折り返し点を過ぎました。さあ前半2分が経過して、 1,2,3 が 1.4 秒の間、細田まだまだ分からない、4秒後方。レースタイムは残り1分45秒です。残り1分45秒。トップ上田現在ストレート、2番手ニューニュー、3番手山内、ここは 0.2 秒差。おっと、さあニューニュー、これはトラウマが蘇るか。さあオープニングラップのトラウマ、後方山内プレッシャーかける3番手、4番手に細田、さあ2番3番が近い。さあニューニュー山内の2番3番、ここが完全テール2ノーズの超接近戦。レースタイム残り1分20秒。おっと山内、さあ減速機ミス。さあこれで細田山内3番4番、おっと、さあ1コーナーで再び入れ替わる。さあこれをやってくれるとトップは楽になるぞ。いや、しかしニューニューが来ている。さあトップ上田に対して2番手ニューニュー。さあ上田残り1分、トップ逃げ切れるか。前にはラップマーカーが見えてきた。これは難しいタイミングだ。1分来て残り55秒。トップ上田、2番手ニューニュー 0.9 秒。さあ1秒切っている1番2番、3番手山内、4番手細田、残り45秒。さあ上田ニューニュー 0.5 秒。さあ最終局面残り35秒。おっと、さあトップ上田、2番手ニューニューギリギリのところなんとか止めた。さあ非常にうまいフェアプレー。残り時間20秒です。残り20秒。さあトップ上田、2番手ニューニュー、前にはラップマーカー、ジョーカー、ジョーカー細田、あーっと、さあ上田がミス、ニューニュートップ、残り10秒、まだジョーカー細田残っている。さあラストラップ、あれどういうこと。さあここでタイムアップ、山内ゴール、逆走あかんで、レース中に何時間かかってんの。さあゴールゴール。さあまたマシントラブル。さあもう壊れそうやったらリタイアしてくださいね。はい、リタイアで。はい、お疲れ様でした。トップゴールはニューニュー選手、2位上田選手、3位山内選手でした。さあ、お疲れ様でした。なかなかこのレイアウトの4分なんかありますね、いろいろ。神経持たへん言うて帰ってた。お疲れさんでした。では続きまして、決勝 C グループご準備ください。出走ドライバーは山室選手、蓮選手、山本選手、浮谷選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。ダブル MN のオフィシャレンジ決勝 C グループ4分間周回です。スタートです。
さあスタートします。おお、さあスタート直後、さあスタート直後、レンがアグレッシブなライン取りでトップに立つ。さあ2番手山室、3番手山本、4番手浮谷、全車非常にスムーズな立ち上がり。さあ今度は攻める番、山室が2番手、トップレン2番手山室、そして山本浮谷も非常にいい。おっと浮谷ショーミス。さあこのレースはミスってはいけない。さあワンミスが命取りだ。トップレン2番手山室、3番手山本、さあトップ走行レン選手。さあ小学生ドライバー、このまま守りきれるか。レン、2番手に山室、3番手山本、浮谷が4番手、少し遅れ出したか。レースタイムは序盤の50秒が経過いたします。残り3分10秒です。4分間周回レースと序盤の1分が間もなく経過いたします。トップレン2番手山室、3番手山本、4番手浮谷のレース。おっと、さあレンのワンスタックで一瞬で前に出る山室。さあ今度は前後入れ替えての山室レンのバトル。さあ山本は3番手、これは美味しい位置で様子を伺います。いや見せる。さあ3番手山本、4番手浮谷。さあトップは変わって山室、2番手レン。さあこの周回で距離は 0.8 秒差。3番手山本が 0.9 秒、4番手浮谷が 3.5 秒。さあまだもっと、さあレンがミスター。さあ山本はちょっと避けきれず、これで2番3番、ここは距離が縮まっている。さあ山室トップ走行、これは理想のレース展開ですね。2位以降でやり一生やりやっとけと思うトップ走行。残り時間2分20秒。さあ2番手レン、3番手山本、さあワンチャンあるか。いやちょっとミスターか。4番手、レースタイムは残り2分15秒です。まだまだレースタイム半分以上残っている4分間周回レース。さあこれで前半の2分が間もなく経過しようというところ。トップ山室、現在最終コーナーからストレート、イエローホワイトのマシン、これを追います。2番手レン、3番手山本。さあこの2番3番の距離が近いか。白ブルーマルボーロがレン選手、その後ろ白オレンジマクラレン P1GTR 山本選手、ブルー一色が浮谷選手。レースタイム残り1分45秒です。さあ4分返し、おっと山本ちょっと痛いミス、戻れない。さあ山本これは中盤2対0旋回。さあトップ山本2番手で距離が縮まっているか。さあ残り時間は1分35。4分間周回です。後半戦に入ってトップ山室、2番手レン、再び距離が縮まっている 0.6 秒差。さあ3番手山本、4番手浮谷。さあここが 2.3 秒。さあ山本選手は3番手、少し息切れか。さあ4番手浮谷の後ろにはトップの山室レンのバトルが見えてきている。レースタイム残り1分10秒です。残り時間1分10秒。さあトップ山室、2番手レン、 0.4 秒。さあラップマーカーが見えてきて、さあここはパス、残り1分です。残り1分。あーっと、さあレン再び三度前、山室。さあノコギリストレートの後の右でミスがあった。残りは45。さあレン逃げ切るか。山室 0.4 ミス。さあ鬼門の計測ライン付近、これでレンは楽になったか。いやここで気を抜いてはいけない。残り35秒。残り35秒。トップレン、2番手山室、3番手山本、4番手浮谷。さあ残り30秒。おっとレン見捨てる。さあノコギリ入り口、再び1位に急接近、 0.5 秒。レースタイムは残り20秒。さああと3、いやあと2周、残り15。さあレン山室、現在ストレートから1コーナー。おっと、さあ2コーナー山室、これは痛い。残り5秒。さあレンはファイナルラップ、山室届くか。さあ届いたが1位には 1.8。 さあ浮谷ゴール、浮谷ゴール。さあここで4分経過、山本ゴール。さあレントップゴール、山室ゴールで全勝ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールはレン選手、2位山室選手、3位山本選手でした。お疲れ様でした。はい、以上にて本日 WMN ノービスチャレンジ全レース終了です。本日も熱いレースをありがとうございました。